いや最高だな、最高。こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日はね、草津温泉一泊二日の旅総集編をお届けしたいと思います。草津温泉といえば日本三大名泉の一つでもあり、もうその筆頭と言えるでしょう。それにねふさわしい場所だったとこの旅を通じて感じました。ぜひね最後まで見ていただき、その素晴らしさを感じていただければと思います。それではどうぞ。はい、草津温泉2日目にバスタ新宿で来ましたよ。高速バス4回乗っていきたいと思います。もう時間的に10分もありません。急いで行きたいと思います。バスの乗り場も綺麗ですね。じゃあ行ってみます。荷物もね最小限に減らそうと思ったのでジャケットでの移動になります。9号ですね。 B の5ここっすね。なんとか間に合いそうな感じです。こちらですね、はい、荷物は自分で、はい、荷物は自分で入れる。いやー相変わらずギリギリでした。乗りたいと思います。ちょっと一路を取りたいな。こがいい。はい、お待たせいたしました。上州巡り号草津温泉駅を発信いたします。動きますご注意ください。早食です。はい、休憩です。だいたい1時間40分ですね。走らせて上里っていうパーキングエリアもチェックしたいと思います。行きも帰りもこのねサービスエリア1回だけ泊まるので、ここでねトイレなど済ませておくといいかなと思います。あー、アイス食いたい。至って、まあ、平均的なサービスエリアかなと思います。ちょっとねこの上里サービスエリア下り限定小麦っち焼き食べてみたいと思います。何なんですかね、小麦っち焼き。小麦っち肉まん、小麦っちサンデー。トムギッチって何ですか。トムギッチお好み焼き風買いました。ちょっとこれ食べたいと思いますね。ではこれいただきたいと思います。いただきます。なんだろうな、お好み焼きってすごいしっとりしてると思うんですけど、めちゃくちゃカリッカリの中にお好み焼きが入ってるって感じで、まあ、ちょっと新食感ですねこれ。面白い、美味しいですよ。はい、バスに戻ります。草津温泉道中に見える山が赤城山。バスの旅はね自分で運転していくのと違って、運転しなくていいので、まあ仕事をしたりとかぼーっとね考え事したりとか、非常に僕は好きな時間でもあります。はい、到着しました。売店にあります。まずはねバスターミナルの外に出たいと思います。どこから行けばいいのかな。初めて来た土地なので Google マップ頼りで行きます。ここは温泉街ですね。この辺りね、なぜか Google マップで調べてる時に正しくね方角を表示できなかったりとかしたので、自分が向いてる方角には特に注意しながら歩いてください。後からね湯畑見に行きたいと思います。細い道を入っていきます。金みどりさん、はい、こんにちは、はい、お名前を伺いします。森岡です。あ、森岡様ですね、はい、お疲れ様でございました。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまず受付をしていただきますので、はい、こちらでお待ちください。わかりました。はい、選んでいただいてからお部屋に、はい、はい、どれにしましょうかね。じゃあこれで、はい、こちらは女性のものになります。下降りる階段見えてまいります、はい、どうぞご利用くださいませ。お下がりくださいませ。はい、はい、感じですね。ただいま
今お飲み物置いてみてもらいます。あ、わかりました、ありがとうございます。全然知らなくて、あ、はい、どこを押さえといたらいいんですか。まず湯畑でございます、はい、湯畑行かれまして、はい、夜もライトアップしておりまして、あの、はい、あ、そうなんですか、はい、また日が落ちてからまたお越しくださいませ。じゃあ歩いていける、あ、もうすぐ2、3分ほどで、はいはい、あのたどり着きます。あ、わかりました、はい、もしあのお時間ございましたら、その先にございます貝の河原通り、伊崎通りという門店街になっておりまして、小さなお店がたくさん、あの、並んでおります。5時過ぎになりますと、だんだん閉まってまいりますので、もうすぐ行かれた方がよろしいかと思います。はい、わかりました。フロントにも観光マップございますし、あの、こちらにパンフレットにもご記載ございますので、はい、よろしければご覧くださいませ。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、それではごゆっくりお過ごしくださいませ。はい。こういったものが用意されてますね。ビール750円ですね。思ったですね。うん、でもここをね、使うことはないと思うんですけど、一応こんな感じですね。温泉旅館ではこういうの使わないですけどね。はい、最近ね、なんか旅館が続いてるんですけども、やっぱ草津温泉に来ても旅館がいいということで、金緑と、すみません間違ってたら訂正しますが、金緑さんに来させていただきました。旅館自体は昔ながらの旅館かなと思うんですけど、もう貸し切り風呂もあるみたいなんで、それ借りて温泉シーンも撮れたらなと思ってます。で、この今4時56分なんで、お店閉まってしまうらしいんで、急いでお店開いてるところに行ってしっかり撮っていきたいと思います。その前に大急ぎで、なんて言ったんですか、これウェルカムゲートみたいな、すいません呼び方わかんないですけど、これいただきます。湯畑の月ということでね。あ、なんかしっとりしてますね、うん、合わせ焼き、あ、栗も入ってんのかな、あんこと栗かな、餅と栗を混ぜ合わせたみたいな感じなのが挟まれてますね。しかもこれサクサクじゃなくて、ちょっとしっとりした、ちょっと湿った感じので、こうお茶もね、これなんだろうな、柚子のお茶なんで美味しいです。あと種なし梅ね、これもいろんなとこでありますよね、これね。うん、これどういう、甘すぎるから最後のこの梅でお口直しみたいなイメージなんですかね。それはこういう温泉にはね、いろいろこう歴史があって、それによってできたこういう文化というかあると思うんで、僕もちょっとこれから勉強していきたいなと思いますね。これから大人な人間として勉強していきたいなと思います。はい、湯畑に向かいたいと思います。湯畑に向かってますよ。居酒屋も探さないとな。お、なんかちょっと温泉っぽいとこ出てきた。みんな思い思いに SNS 用の写真とか撮ってますね。今日はね、金曜日で平日ですけど、土曜日になるとすごく人が増えそうですね。土日に行くんならちょっと休み取ってでもね、金曜に行くっていうのが良さそうですね。すごい、ここか、ここが噂の人ですね。あ、すごいすごい、湯畑見えてきましたね。さすがナンバーワンとも言える圧倒的な景色ですよね。あ、あれが有名なとこですね。あ、匂いがね、すごい嫌な匂いがして。周りを散策していきます。足湯してますね。これは綺麗ですね。あ、これ見たことあるね。ん？なんだあの色は。温泉なのになんか与論島のね、海みたいな色してますね。これはすごい。すごい匂いですね。すごいですね、これ。本当にね、匂いがね、ものすごい硫黄の匂いがして、僕は結構好きな匂いなんで、気持ちいいですね。うわ、いい景色ですね。それでは階段を降りて、もっと近くで見てみたいと思います。なかなか迫力ありますね、これ。このお湯がエメラルドグリーンなのは、お湯自体は透明なんですが、イデユコゴメっていう高い温度の中だけ育つ原始的なもの一種が付着しているためにこんな色になってるみたいですね。神秘的ですよね。で、足湯などはしっかり清掃がね、行き届いていて無色透明に見えるっていうことですね。どこから見てもね、いい景色なんで、ぐるっと回ってみたいと思います。どうでしょう、綺麗ですよね。
なんでね、こんなこう湯畑みたいなものを作ってこういう風にしてるかっていうと、温泉の源泉を地表や木製のこのね桶に流して、温泉の成分である湯の花を、ね、採取したりとか、湯温ですね、温度を調整したりとかね、それしてるわけですね。あの有名なね湯もみショーもこの厚の湯ってことでやってて、厚の湯ここなんですよね。立ち入り禁止みたいになってるのはもうやってないのかな。ここなんかチケット売ってるな。ああ4時半で最終やったんです。じゃあ明日のは10時とかの感じで、明日はやばそうですね。はい、見えますかね、これ。めちゃくちゃすごいっすよ。めっちゃ綺麗。圧巻ですね。ちょっとね、閉店間際かもしれませんが、今からね、温泉街をぐるっと回ってみたいと思います。草津温泉プリン。この温泉街ね、割とコンパクトにまとまっていて、だいたい徒歩10分以内で回れるんじゃないかなと思います。松村。あ、本日終了やで。2年ですね。明日8時、開けてくれへんかな。残念、無念。ちょっとね、やっぱまだ錆び出てる感じがありますね。もう結構ね、お店、締めに入ってる感じですね。あ、終わりや。早いな。ん、あ、いいんですか。あったあったあった。はい、試食ですけど食べて。はい、これが表示。うん、うまい。うまいですね。ちょっと無理やり食べさせて買わせるっていうね。どんどんね、渡して。美味しかったです。YouTube 上げときます。ありがとう。よろしくお願いします。もう一個食べて。一個食べていいですか。うん、いいよ。運動準備して。ね。いただきます。はい。食べたと同じおまんじゅうね。ずっとこれ配ってるんですか。そうですね。9個入りがね750円、はい、12個が850円。お土産に1個どうですか。お兄ちゃんたちはおはよう。じゃあこんにちは。まんじゅうの試食です。味見してください。常温で5日間大丈夫です。いやすごかったですね。どん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 ね、まんじゅうくれるんですよね。何回も何回も。いや、まあ僕がなんか YouTube 流していったからめっちゃくれたかもしれないですけど、その流れでどうぞどうぞどうぞみたいな感じでお土産をね買う方向に持っていくと。まあでも全然美味しかったですよ。めちゃくちゃ良かったです。あの売り方自体をちょっとこう観光という側面で楽しむのもいいんじゃないですかね。皆さんも一度来られた時はまんじゅうをもらって、それでちゃんとまんじゅう買って帰ってあげてください。すいません、僕は買いませんでしたが、三河テラス、おしゃれ店の。いやー、綺麗になってきましたね。それでは足湯をね試したいと思います。いい感じですね、これ。いい感じです。この夜のね、ライトアップされた感じがまたいいですよね。これは絶対見とかないといけない。いや、美しいんで、ちょっともう一回一周しますね。このようなね、ライトアップは2016年の12月からスタートしたみたいですね。やっぱりこう、山の上だからか、結構ひんやりしてますね。これ冬になればなるほど湯気がねすごく出るようになって、余計に幻想的になるみたいですね。この湯畑のライトアップは赤レンガが映える東京駅とか六本木ヒルズなどのねライトアップを手掛けた照明デザイナーメンデカオル氏の作品なんですよね。さすがの美しさですね。もう一度周辺を歩いて見てみます。気になるな。いいね。いいね。金曜の夜だから人の数もほどほどでいい感じですね。これ土日になるとめちゃくちゃ多かったりするんですかね。これでね、一周回ってきたことになりますね。どっから見ても美しいですね。さあ。白旗の湯に行ってみたいと思います。いや、これ寒いな、もうここかな。あ、ここだ、白旗の湯大丈夫みたいですね。1日1回までの入浴としてくださいということで、ちょっと行ってみます。はい、白旗の湯入ってきました。
いや本当にねめちゃくちゃシンプルな感じで、ただ浴槽は2つあるだけみたいな。で僕のねその温泉の動画でもね話しましたけどもね、この草津温泉のお湯は石鹸とか使っても泡立たないんですよね。なのでそのまま入っても美肌になるということで入ってきたんですけどもね、めちゃくちゃ良かったですね。ちょっとぬるっとした感じでね肌にいいなっていうのもありましたし、免疫力高めてくれてるなっていう感じもあって、あどんどん今ね人来てますね。僕がね入った時は一人だけおじいちゃんがいて、なんかそのおじいちゃんと話をしながら入るっていうのもね結構面白かったですね。最高でした。金みどりさんに一旦戻っておすすめのね居酒屋とかを聞いてみました。ここホテルの人にねおすすめされたんで来てみました。美味しそうですね。あ値段もね割といい感じで、これがね激安店ってことではないですけど、まあ、そこそこの値段で楽しめるんじゃないかなと思います。温泉地ではねやっぱり日本酒飲みたいですね。食事も充実してますね。いろんな種類があります。今日はねおすすめを頼みたいなと思います。群馬って焼酎文化まだまだ浅いんで、日本酒は酒蔵さん結構あって、はい、今いい日本酒いっぱい群馬があるんですけど、はいはい、今焼酎でおすすめはあんまりないんですよ。ああそうです、はい、じゃあ次に日本酒飲みます。はい、はい、ぜひ。ちょっと電話がね急にかかってきて、ビールの泡がね少なくなってますけど、琥珀ビールいただきます。あいっすね。あこっちにラベルがありますね。群馬といえばこんにゃくなんですかね。こんにゃくみたいな話。あやばいなこれ。ちょっとこれからブー料理が楽しみです。あとこのビールの後は群馬のね日本酒みたいなと思ってます。上州牛の串ですね。こっちは県内産銀光の刺身ということでね、これがここに来たら食べとけみたいなね料理みたいですね。1300円ですね。こっちの上州牛の串焼きが1本450円です。県内産銀光の刺身いただきたいと思います。銀光って何なんですかね。どう表現していいか分かんないですけど、しっとりした感じで美味しいですよ。いや、上州牛の串焼きだ。どうですか。群馬のブランドのニジマスです。で通常ニジマスは生では食べれません。普通だいたい塩焼きに出します。で養殖なので生で食べれます。でニジマスは白身なんですけども、養殖なので餌でこういうサーモンピンク、はい、色になるんですね。でも元々身はサーモンでさっぱりしてで脂もちょっとあるので今人気です。ありがとうございます。群馬のもつ煮って豚もつなんですよ、はい、で味噌仕立てなんですけど、うちのは豚は1割しか入れてません。牛が9割で豚が1割でお味噌使ってないんで、うちだけの独特な、はい、はい、で、まあ、まず召し上がっていただいて、はい、ありがとうございます。いただきたいと思います。美味しいわこの店。なんだろう、しつこくないし、結構あっさりしてるけど味はしっかりしてる。で肉も本当に一瞬で溶けるみたいな感じなんで、これ嫌いな人いないですね。これ絶対頼んどいと思います。650円です。あとサラダですね。みずほサラダ、なんかうさぎの耳みたいな。うん、すごいシャキシャキしてるし、焼き鳥も頼みました。2本で260円ですね。安いですよ。1本になります。ジューシーしてます。この店は当たりです。マイタケのガーリックソテーです。800円です。これでもうまそうですね。舞茸も、なんか群馬有名なんですけど、行ったりです。絶対いいですね。ちょっとこんなに美味しい舞茸、初めて食べました。こ
これちょっと日本酒と一緒に食べたい。ちょうどねビールもあったんで日本酒を来たはい群馬の、ね、日本酒を頼みました。おすすめが2つあったんでちょっと飲み干せるかわかんないですけど両方頼みました。これが浅間山フルーティーな香りとお米の旨みが広がるお酒ということで、辛口のマークがね一番たくさんついてる。こちらが群馬泉というお酒になります。お米の旨みが伝わる味わいのあるお酒と、こちらの群馬泉が1合800円でこっちの浅間山も1合800円になります。辛いのが後の方がいいですよ、ね、でこっちの群馬泉からあります。あ、いい匂いですね。あれだったら食べ放題1万円ほのかに甘い。甘いですね。では次に辛口マグ、ね、強すぎるでもフルーティーってなんかちょっと日本語の捉え方がねちょっと分かんないですけど、いただきます。確かに辛いというかそのキレがあるって感じ。フルーティーというよりはフルーティーですね。でも本当になんか食事をしながら飲むんだったらもうこっちの方がいいですね。単純に日本酒を美味しくいただくみたいな感じだと群馬泉の方が僕はいいのかなというふうに思いますね。いやーめっちゃ美味しいですね。ここ絶対来た方がいいですよ。うまいもの好きで680円。いやちょっとね最高でしたね。いい店見つけたって感じです。で宿泊施設の方の支配人の方にね聞いたんでね間違いないかなということでね、まあ Google 先生の方にも 4.0 だったかな、まあ評価高かったんでねそれにふさわしいお店でしたね。草津温泉に行った時は行ってみてください。ちょっと土日とかに行くと人が多くて料理が出てくるの遅いとかあるかもしれないですけど今回行った時はそんなに混み合ってなかったんで料理も早かったですね。お酒の説明なんかもねかなり丁寧にしてくれたのでカウンターでね飲めてたらもうちょっといろいろお話できたと思うんですけどまたねお伺いしたいと思います。今日泊まった金みどりさんに案内していただくことになりました。はい、今日はね特別にお風呂場ですね温泉をね見せていただけることになりましたので撮影したいと思います。こんな感じです。こんな感じで温泉ありましてちょっとあのね草津温泉の泉質がやっぱりちょっとぬるぬるしてるんで、ね、滑らないようにしなきゃいけないです、ね、こんな感じで、はい、こんな感じで、露天風呂がありますね。めちゃくちゃいいですよ。ちょっと、ね、足つけてみましょうか、ね、あーすごい殺菌してくれるようなちょっとした刺激もありつつぬるっとねしたこう美肌のような感じもあってすごくいいですね。いや本当にいいですよ。僕もね先ほどこのね温泉に入ったんですけどいやーさすがね草津温泉だなと今行きたい温泉旅ランキングでね1位に上げさせてもらっただけあっていや本当にね別格感というかまあそりゃ人気出るわと思うような泉質ですね。殺菌作用が強いみたいなね感じになると美肌とはかけ離れたような感じがするんですけど本当にお肌がこうしっとりするというかねそういう泉質でお湯はね厚めなんですけどまあそれも結構僕は厚め好きなんで非常にいいですよね。いや本当にいいですよ。明日はねちょっと貸し切り風呂を借りたんでそこに実際入ったシーンをお届けしようかなと思います。こんな感じですね。これが内湯ですね。内湯もちゃんと温泉になってます。でね草津温泉は酸性が強いので石鹸とかねシャンプーとかも泡立てないんですよこのお湯を使うと。だから本当にそういうシャンプーとかなくても肌がめちゃくちゃ綺麗になりますよっていう風に書いてある時もありましたね。でこの庭も素敵ですよね。いやありがたいですね。こうやって撮影させてくださるということがありがたいですね。普通はやっぱり撮れないので、ね、テレビ番組とかだと結構ね撮れてるところ、ね、ありますけど。おはようございます。今日は朝からね貸し切りのお風呂入りたいなと思います。撮影しますよ。眠すぎる。はい、左側に行くんです。真冬なんかはね、ちょっと風邪ひかないように注意しないといけないですね。さあ、どんなね、露天風呂が待ってるんでしょうか。そのままセットのまま上がってください。はい、
こちらにお手洗いと、はい、こちらに傘がおいてございます、はい、で中は木造りと石造りに分かれてまして、はい、左側の木造りの方ですね、はい、ここまでセットですね、はい、タオル、バスタオルがこちらにご用意しております。あ、分かりました。こちらのウォーターサーバーで、はい、中に入って、まあ、外側のこの部屋にですね、はい、お知らせがございます、はい、でお時間が9時15分までですね、はい、お湯の温度が42度ちょっとありますね。あ、分かりました。お風呂の鍵、あ、こちらの鍵でございますけど、はい、あのお風呂から上がられましたら広くにお返しいただきますよ。お願いいたします。おお、いい感じですね。ね、いや贅沢ですね。朝からね、ここに3000円払ったら入れるということで、いやいい感じですね。いや最高だな、最高。いや最高ですね、最高。いや本当にね、この朝からこんな贅沢なね、お風呂に貸し切りで入れると、それ3000円なんで、まあこれを高いと思うか安いと思うかね、個人の価値観にもよると思うんですけど、僕はね、まあ YouTube で撮影もできますし、結構ね、温泉入った時に他の人がいたらちょっと気まずかったりするじゃないですか。それがもうね、自分のペースで入れることができるっていうのはもう絶対におすすめですね。まああとその家族とかでね来た時に男女別れちゃわないといけないじゃないですか。でもそれがまあこういう貸し切り風呂になれば一緒に入ったりとかもできるので、そういった意味でも家族とかカップルとかでお風呂を楽しむっていうことができるのも貸し切り風呂のね魅力かなというふうに思います。最高っすね、これはもう絶対借りてて正解っすよ。いやめっちゃいいっすよ。この庭の感じもねすごくいいし、まあ、この流れてる感じもめっちゃいい、最高っすね。うん、いい感じですよ。すごいっすね、酸性低調性高温泉って書いてますね。酸性っていうのはね、前に来るあたりが草津温泉の特徴ですよね。慢性婦人病、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症、切り傷、神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、関節のこわばり、これなんて呼ぶの、自液なんないです。冷え症、病後回復期、疲労回復ということで、かなり幅広い範囲で効果があるということですね。めちゃくちゃ暑いっていう風に聞きますけど、今入ってる限りではそんななんかめちゃくちゃ暑いって感じしないですけど、41度ぐらいですかね。ここにね、源泉だと思うんですけど、これはね、割とこう、厚めなんですよ。厚みたいな。でもまあ、今のところ、この中はそこまで厚くないですけど、まあ、ずっとこれが入ってるってことは、だんだん厚くなってくるってことなんで、まあ、そうなった時は、こいつですね。水からこう、湯もみを行うということですね。湯もみを行って、温度を下げるということが、草津温泉の常識なんですかね。うん。暑いのがね、苦手な人はちょっと注意しないといけないですね。いやー、最高でしたね。朝からね、温泉入ると目が覚めますね。僕本当にかなり朝が弱いんですけど、いやー、さすがにスカッとね、目が覚めました。いやー、これはもう絶対ね、朝にお風呂入らないといけないですね。まあ、ほとんどの人入るんじゃないかなと思うんですけど、夜だけ入って朝、ね、温泉入らないっていう人はね、ちょっと人生を損してるかもしれません。それではチェックアウトして湯もみショーをね見れたら見たいなと思ってます。弾丸の旅です。金みのりさん、かなりねホスピタリティの高いいい旅館だったと思います。今回ね、僕はあの素泊まりで料理なしのプランで予約したんですけども、料理もねかなり美味しいそうなんで、もし予約される際は料理もねついたプランを予約するのをおすすめします。まあ、これもね、あの、おすすめの居酒屋とかね、もう教えてくれますし、なんといってもね、貸し切り風呂3000円で、あのクオリティで入れるのはね、絶対入っといた方がいいっていう感じですね。それではね、湯もみショー行きたいと思います。めっちゃ並んでる。すごい並んでるな、もう。並んで買いたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やります。じゃあ、 あのペダルを踏んでいただきましたアルコールが出ましたので、消毒をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、1回ありがとうございます。お客様は足元のマスクの維持で、また会場を退出し合うまではマスクは必ず、先生に対しましてもフェイスシールドを間もなく体験いたします。いらっしゃいましたらお待ちください。
来ましたね。これは見たことある人多いんじゃないですかね。若い方がね、一人しかいらっしゃらないので、継承者のこととかね、ちょっと心配しちゃいますよね。これが見どころですかね。ここからはまた温泉街を散策して食べ歩きとかちょっと昼食とかね取りたいと思います。それからねバスで帰りたいと思います。はい、濡れせんべい食べたいと思います。すみません、おすすめ頼みたいんですけど、あれがおすすめですか？今売れてるのはやっぱ濡れおかきです。当店の人気商品であります。その中でもやっぱわさび醤油が一番。あ、じゃあわさび醤油とこの草津温泉で書いた海苔のやつはこれは人気ですか？こちらもそうですね。カツカツ温泉ではお買い求めするお客様でしたらこちら草津温泉のお願いします。じゃあ濡れおかきのわさびと、はい、この草津温泉海苔、はい、以上2点ですね。かしこまりました。2点で420円でございます。はい、ありがとうございます。どうぞごゆっくりお食べください。まずね、この濡れおかき食べたいと思います。うまい、わさびが効いて美味しいです。もう一つね、これは濡れ系じゃないですけど、ね、この草津温泉に書いてるやつ、いただきます、ね、うん、これも美味しいですけど、濡れおかき圧倒的に美味しかったですね。はい、なんか群の名産の湯煙こんにゃくですね、と草津の温泉卵、これちょっと頼んでみたいなと思います。じゃあ、うん、2つで。はい、そこのベンチでも大丈夫ですね。はい、はい、うん、美味しそうですね。これ、いただきます。うん、うまっ。タレがうまいですね。これ絶品ですね。と温泉卵ですね。割って食べるみたいです。見えるか、見える、いただきます。うまい。でも個人的にはさっきのこんにゃくですね、めちゃくちゃうまい。こんにゃく食べた方がいいです。うん、そうですね。はい、ひもかわうどんをね食べに来たなと思います。結構中心地はこじんまりとしててサクッと歩いて楽しめるのでいい感じですね。はい、ここにちょっと行こうかな。ひもかわうどんね食べてみたいですね。参ります。有馬ちゃんっていう群馬ちゃんですね。群馬ちゃんサイダー頼みました。なんかもうちょっとサイダーを飲むのが定番になりつつあるんですけども、いただきたいと思います。ちょっとコップ用意してくださったんで、それで飲みます。どんな味なんでしょうか。いただきますね。うん、普通のサイダーとの違いが全然わかんないです。え、何が違うの。何が違うかというと、群馬県の酒蔵が仕込みに使うお水を使ってね製造したサイダーということで、また味がねかなりすっきりしてます。ただ、まあ、僕のような鈍感な舌だとその違いがはっきりとは分かるわけではなくて、まあ、言われてみれば確かにすっきりしてるなと
ちょっとね、油もん食べたとか、最近ちょっとスキー試合見た時に、なんとスカッとしますね。いや、美味しいのは間違いないです。サイダーのレポート難しいですね。お入れさせていただいていいですかね。ちょっとおっしゃいますね。はい、どうぞ。これはなかなか迫力ありますね。で、舞茸の天ぷらです。これも絶対うまいですね。食べていきますね。いただきます。だしも美味しい。なんかだしをすくうね、ちょっと形面白いですよね。これなんか表してるんですかね。ちょっと左利きで食べにくいんで逆にします。すごい、これうん、食感がすごいもちもちしてますね。ちょっとうどんっていう感覚じゃないですね。僕が知ってるそのうどんの感覚でもないし、やっぱこれだけ太さが変わるだけで、なんかちょっと味の感じ方とか全然違いますね。なんか別物ですね。うまい。このセットで群馬ちゃんサイダーが400円で、舞茸の天ぷらのうどんセットが1250円です。天ぷらいきたいと思います。これ塩とかですね。天ぷらの塩あります。普通の上にからかけます。ちょっと雑な感じですので、いただきます。めちゃくちゃ肉厚で、すごいな。こんな肉厚な舞茸の天ぷら食べたことないからですね。これはうまい。これは絶対食べた方がいいですね。草津温泉来て舞茸の天ぷら食べないとダメ、絶対です。美味しかったですからね。うん、最高でした。ただね、ちょっとクレジット使えないの残念でしたね。でも最高に美味しいです。僕ちょっと YouTuber やってます。はい。岩張りカニ島を食べたいと思います。人気ナンバーワン、ウリチュエです。人気ナンバーワンのやつってないんですよね。あ、ございますよ。あ、あるんですか。はい。なんか、売り切れん。あ、すみません。申し訳ないですね。これなんか草津温泉何かを使ってるみたいな感じ。特にはないですけど。人気ナンバー123あります。ではこれお願いします。ありがとうございます。はい、1250円です、はい、私用に袋はいかがいたします。お願いします。はい、ご用意いたします。松村まんじゅうというところに行きました。松村まんじゅう手に入れたんでこれ食べたいと思います。いただきます。うん、うん、うまいですね。いやー、いい感じですね。この辺はやっぱりいい感じですよ。足湯カフェ行ってみたいと思います。足湯カフェ、あ、結構人いるな。やたらシーンとしててちょっと居心地がね悪かったのを覚えております。こそこそスイーツを食べるおっさんです。はい、足湯カフェね行ってきたんですけども、いや、まあ外でねタダで足湯できますし、特別そのなんか草津に来たみたいな印象はなかったかなって感じですね。まあちょっとねカフェのおしゃれなね感じを味わいたいという人はいいかもしれないですけど、ここもねおすすめで美味しいって聞きましたんで、またね今度行きたいなと思います。ここも上がっていくと草津温泉巡るときは必ずスニーカーなど動きやすい靴で移動してください。くれぐれも革靴とかねハイヒールとか履いてこないようにお願いします。ちょっと地蔵の湯見に行きます。ちょっと入らないと思うんですけどね。いやー、息切れしますよ。いい運動になるわ。どっちだどっちだ。ここでは矢印がない。おそらくまっすぐかな。あ、一の湯いいんですかね。ここも入れるんですかね。結構アップダウンが激しいのと標高が高いので息切れしやすいですね。しかもねマスクとかしてると余計ですよ。立ち寄り湯、貸切風呂、ここでも貸切り頼めるんですね。プラス4とか、ここもいいですね。クーポン使える。あ、ここでクーポン使ったらよかったな。おお、いい感じですね。あ、水尾さんがここねいますね。ここは入れるわけじゃない。わあ、すごい硫黄の匂いがねしますよ。じゃあ、あっちで足湯をしてますね。あ、ここで入れるんですね。足湯もあるし、こう、両目で入れる。いいですね。ちょっと今日は時間的に入らないですけど。午前8時から50時に入れると、無料ですね。
さあバスターミナルに戻ります。結構1泊2日で弾丸でどうなるかなと思ったけど満喫できますね。1泊2日も全然おすすめです。はい、それでは入りたいと思います。13の D です。10、はい、ここですか。そう、2階になります。あ、2階の一番上、はい、2階になります。一番後ろ乗ります。バスタ新宿着きました。このままね、空港バスで羽田空港まで向かって帰りたいと思います。いやー、弾丸でね、1泊2日で草津温泉ちょっと行けるとこ少ないかなと思ったけど全然大丈夫でした。皆さんも1泊2日で弾丸で行ってみてもらえればなと思います。いかがでしたでしょうか。いや本当にね、見た目も素晴らしいですし、これはね動画では伝えにくいですけども、泉質もねやっぱりこうナンバーワンにふさわしい素晴らしい泉質でした。そしてねグルメも非常に充実しておりまして、今回だけではね行き尽くせなかった部分はあるんですけども、十分にねその魅力の一部をね感じていただけたんじゃないかなと思います。ぜひね足を運んでいただければなと思います。学ぶところがたくさんありました。このような場所もねサクッと行けるような場所ではないので、自分がね今行こうと思いついた時にすぐに行動に移すっていうことがいいのかなというふうに思います。で後からあの時行ってればよかった、ナンバーワンの温泉味わってればよかったと悔いがないようにだけお願いします。僕のチャンネルではね、こういった旅に関わるね僕の Vlog だったりとか旅の豆知識みたいなところをお届けしておりますので、ぜひ気になる方はチャンネル登録の方していただければなと思います。またねやっぱこの旅に行くのにお金が必要なわけで、まあ、そういったお金を貯めたいっていう方は旅貯金チャンネルという節約系のチャンネルもやっておりますので、そちらも合わせて見ていただけるとよろしいかなと思います。またね節約だけじゃなくてもうやっぱガンガン稼いでいきたいんだと、ビジネスしてガンガン稼ぎたいっていうような方は、僕も旅しながら稼ぐっていうところをね今実践しているマインドだったりとかを発信しておりますので、成長チャンネルっていうチャンネルも合わせてご覧ください。そしてねまた僕自身に興味があるっていうねちょっとね変わった人はサブチャンネルもやっておりますのでね、そちらの方チェックしてください。そちらではねただ僕の好き勝手な発信をしているだけなので、興味ある方はぜひチェックしてください。それではね次の動画でお会いしましょう。では。